サウンド360チャンネルをご覧の皆様こんにちは。音響効果のプロが世代別におすすめの1曲を紹介するコーナー、音かじり。今回20代の僕がおすすめする1曲はこちら、バウンディさんの不可抗力です。まずバウンディさんを知らない人のために簡単に説明させていただきます。バウンディさんは現役大学生の20歳です。作詞、作曲、アレンジをすべて自分でこなし、アートワークのデザインや映像もセルフプロデュースするなどマルチに活動されています。一度聴いたら癖になる歌声とジャンルにとらわれない幅広い楽曲センスで人気急上昇中のアーティストです。この曲は彼の知名度を急上昇させるきっかけとなった一つです。 CM にも起用されていたので、もしかしたら聴いたことがある人もいるかもしれません。曲調はヒップホップやブラックミュージックを軸としたようなナンバーです。感情を抑え込むようなシリアスなラップパートと、一気に感情が爆発するようなサビのメロディー、太く重みのあるサウンドも相まって心の奥に突き刺さるような強さを持っていると思います。次は歌詞についてです。前半のラップパートでは社会に対する違和感や閉鎖感が描かれています。息苦しい世界からどうすれば抜け出すことができるのか、その答えをあれと置いて探し求めています。サビは Welcome to the Dirty Night というフレーズが繰り返し歌われています。和訳するとようこそ醜い世界へという意味になります。まさにこの世の中の生きづらさや不満を表したような言葉です。ただそれと同時に、そんな世界だからこそ見えてくる美しさがある、そんなことが描かれたパートでもあると思います。そして大サビです。今まで探し求めていたあれの正体がわかります。それは大サビの頭でも歌われている愛です。愛こそがこの醜い世界に彩りを与えてくれる、人生に潤いを与えてくれる。愛に焦点を当てて世界を見てみると、意外にも美しい世界が見えてくる、そんなことを歌っています。どんなネガティブな力でも愛には勝てない、そんなことを言っているようにも感じますね。まさに暗く沈んだ今の世の中に刺さる一曲だと思います。いかがだったでしょうか。もしこの紹介を聞いてね、気になったよっていう方は概要欄の方にリンクを貼っておくので、ぜひ聞いてみてください。息苦しい世界を前に、抗うことのできない人々を表す不可抗力という言葉に対して、幸せに生きるために不可欠な愛の意味を含んだ言葉、それこそがこの曲のタイトル、不可抗力なのかもしれません。それでは次回の音かじりでお会いしましょう。